今回レースエンジニアのマティアス・ピニがコロナでお休みということで、普段レースエンジニアの下のデータエンジニアをやってるこのヨハネスっていう、まあ、右の人ね、ちょっと大きい体でクマさんみたいな人なんですけど、がまあ、代打でレースエンジニアやってましたけど、まあ、もともとやっぱりそのデータをちゃんと見てる人なんで、走行しながらデフを、例えばエントリー7とか、エンジンブレーキいくつとか、そういう提案するのとかも割とスマートに全然違和感なく、ちゃんとやりとりできてたんで、もうこのままでもいいんじゃねっていう。別に僕、マティアス・ピニそんな悪いと思わないんですけど、でも全然、このヨハネスでもいいか、むしろちょっと落ち着いてるかもなって、もしこれで今週レースうまくいったら、このまま行くって話になるかなと思ったりしたぐらいですけど、まあ、そうねっていうところになっちゃいましたね、結果的にはね。まあ、どうでしょうね。普段、じゃあそれが、ね、マティアス・ピニだったら、もうちょっとその、じゃあチームの戦略、なんとかできたのかな、できなかったのかな、もう少しなんか話し合いとかできたのかなっていう気がしないでもないですけどね。だから結構グリッドとかでも、まあで、レコノサンスで車があって、グリッドに着くと、ドライバー車から降りて、まあエンジニアと、事前のセットアップとか、まあレコノサンスで走った印象を話して、最後にまたここから、フラップの調整とかするんですけど、まあその辺のなんかやりとりも、ちょっとまあエンジニアの方もそわそわしてる感じはありましたけど、まあまあでも全然問題なくレースは運営できてたんで、よかったと思います。一応だから、テクニカルディレクターのジョディも、ちょっと心配そうに寄ってきてましたけどね。まあその辺はだから思ったよりも、フリー走行では、ちょっとその無線を喋る位置、ブレーキング中には喋らないでくれとか、そういう調整というか、言ったりはしてましたけどね。まあその辺は、だからそんなに問題はなかったと思うんですけど、まあ、実際レースとしてもガスリー7位、角田くん8位で走ってて、まあ1回目のスタートはこうなっちゃう。まあこれでは見ればわかりますね。ミディアムタイヤダメになっちゃってるのはね。まあ走ってて、アルファタウリとしては、まあ正直今週はドライコンディションではもう Q1 突破も難しいって言ってたぐらい、要するにまあ9番目か10番目の車だったんで、今回。まあそんな中でソフトタイヤで回りスタートして、まあせざるを得なかったんですけど、結局ね、タイヤがなかったんで、ハード1セットしかもうないわけで、ミディアム潰しちゃいましたからね。からまあソフトでスタート、まあどっちで使うかっていうと、スタートはソフトで行っていかないと、蹴り出し完全に負けるっていうのはもう1回目のスタートでも明らかだったんで、まあソフトの、逆にソフトで行けば、マックスの加速見ても分かる通り、かなりアドバンテージあるっていうのも分かってたし、今回だから、ミディアムでもそうですけど、ソフトのマックスもそうなんですけど、グリッドに着く前のタイヤウォームアップが、バーンアウト6回とかそんなでしたからね。だから、普段だとバーンアウト2回とか、そんななんですけど、6バーンアウトってちょっと初めてかなっていうぐらい、まあそれぐらいだから後ろにはリアタイヤに熱入んないってことですよね。だからもう、最終コーナーの、この曲がってるところからもうバーンアウト、ウユンウユンウユンってやれないと、グリッドが結構最終コーナーから近いんで、グリッド着くまでに6回バーンアウトできないんですよ。でも最終コーナーからすでにバーンアウトしながら立ち上がってくるみたいな。グリッドつくとき。そんなんでしたから。まあ、だからそれぐらいソフトタイヤのグリップが、まあ、ソフトタイヤ履けばアドバンテージあったっていうことですよね。まあ、そんなアルファタオリだったんですけど、うん、まあ、ペースとしてはガスリーよりも角田くんの方が早かったのは確かですよね。ガスリーは予選の時に話しましたけど、ちょっとウエット寄りのセットアップを選んでいて、で予選では確かにそれが良かったんですけど、決勝になってくるとやっぱりドライ寄りのセットアップした角田くんの方が早くて、で、8周目ぐらいからはもうかなり追いついて、もう仕掛けるような、ハンガーストレートエンドで DRS 使って、ストーンの飛び込みでちょっとイン伺うみたいな状態になってたんで、まあ、正直、チームの全体の利益を考えるのであれば、まあ、完全にあれはもう、角田くんもタイムロスしてるし、で、ガスリーもブロックするためにタイムロスしてるし、で、それこそ二人ともソフトタイヤ履いてるわけで、ちょっとでもいたわらなきゃいけないのに、そんな無駄なバトルしてる場合じゃないでしょっていう。だからチームとしてチームオーダー出して、ポジションをスワップするべきだと思いますけどね、僕はね。チームの、角田くんのためじゃなくて、チームの全体の利益っていうのを考えるんであれば、あそこは戦わせないで、早い方を先行させるっていうのがチームの利益だと思いますけどね。
なんかそのガスリーを抜いてかいいかどうかみたいな無線とか言ってますけど、それは別になかったですね。普通に、自由に戦えって、逆に言うと、角田くんとしては、スワップさせてくれっていう話、スワップしてくれって遅いんだから、そういう話ですけど、アルファタオリとしては、スワップさせるじゃなくて、自由に戦わせる。だから、オーバーテイクボタン使ってもいいよっていう指示の仕方。まあ、それはまあ、オーバーテイク使って自分で抜けっていう話ですから、抜けるんだったらね。まあ、フェラーリみたいにね、前に行った方が優勝ってなっちゃうと、もちろんなかなかチームオーダー出すはイコール優勝をどっちがさせるかっていうオーダーになっちゃうので、優勝者をチームが決めるっていう形になってしまうから、フェラーリなんかはイコールコンディションで最終的にはドライバー自力で戦うっていう状態になりますけど、それでもああやって2人で争ってたらハミルトンに行かれる可能性があるっていうリスクが出てきた時には、もうサインズにスワップしてくれっていう風に指示する。ハミルトンに抜かれるリスクがない間は自由に戦わせるっていうことをやってましたよね。で、アルファタオリはまあ正直中団グループの中で前も後ろもまあバチバチに引っかかってる状態なんで、まあ結果的に2台同士打ちして下がったんで、がっつり行かれましたけど、ああいう風にタイムロスをしている、ましてやタイヤの戦略上、自分たちが結構不利を背負って戦略運営してる中で、無駄なバトルをして無駄にタイムロスをするっていうのは、結局誰も得をしてないんじゃないかなっていう気はしましたけどね。で、実際順を追って話していかないと、あの3コーナーで飛び込んだのがどうこうっていうだけじゃなくって、その前の10周目のハンガーストレートエンド、まあ、DRS を使って、ハンガーストレートエンドの、ストーで、角田くんはインに飛び込んで、で、2台並んでストーに入っていって、で、ガスリーはコース上に留まれずに、ランオフエリアに出て、一回外に出てコースに戻ってきてるんですよね。で、それがまあ、スチュワードの他者を押し出したっていう、審議対象じゃなくて、ノーテッドになってました。実際審議にはならなかったんですけど、まあ、角田くん本人も、いや、あれで押し出したとか言われたら、もう何なんすかって感じでしょうって言ってましたけど、まあ実際まあそれはそうだと思います。角田くんはインも入ってたんで、まあ正直ガスリーはもうあそこで諦めるべきところだったかなという気はします。にもかかわらず、ガスリーはコース、ランオフェリアまで、ターマックのランオフェリア出て、コースに戻って、まあ日産にと同じような感じですよね。で、戻ってきて、次の16、17最終の試験員のところに飛び込むときには、まあ正直角田くんのがもうちょっと前にいたんですよ。で、ガスリーは角田くんとサイドバイサイドだけどちょっと後ろでコース戻ってきて、最終試験に入っていくっていう状態だったけど、まあそこで、ガスリーもやっぱりポジション守りたいから無理して、レイトブレーキでイン側で入ってって、まあ、クロスラインで角田くんは一回引いて、次じゃあその試験員、ガスリーが突っ込みすぎて立ち上がり苦しくなってるところを角田くんはクロスラインで理想的な形で最終試験員抜けて、最終コーナー、まあ要するにいい立ち上がりで抜けてるんですよね。で、最終コーナーというかまあ最終試験員の立ち上がり踏み始めてからずっと次、ストロットルずっと全開ですからメインストレート1コーナー2コーナー。で、次のブレーキングがターン3なんですよね。ガスリーは、まあ、後ろからもちろん角田くんが来てるのは分かってて、ターン1が右で、ターン2左、全開で右、左って抜けていく中で、ガスリーももちろんミラー見ながら、角田どこだって見ながら行ってて、で、角田くんはターン2でイン側に車を置いてるんですよね、ガスリーに対して。で、ターン3に向けて、左側。まあ、レーシングライン上が左ですよね。で、ターン3のイン側っていうのは右側ですけど、角田くんは車を、ターン2の時点で左側に置いておいて、ターン3で左から行きそうな素振りを見せる。で、レーシングラインでボンって行きそうな感じを見せておきながら、ターン3に向けて、ブレーキングっていう瞬間にシュッてこう、シュッで、右側にラインを変えて、ターン3のインに飛び込んでるんですよね。だから映ってるのはそっから先しか多分映ってないと思うんですけど、だからターン2で左にいて、ターン3で右ってやって、ブレーキングを遅らせて飛び込んでって、で、そこでガシャンなんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、こういう流れがある中で、まあ、そもそもじゃあ、ターン3で角田くんが飛び込めたきっかけは何だったかっていうと、その前の週の15コーナーでガスリーがランフェアに出て、無茶な、まあ、戻り方をして、ポジションを無理やりキープしてるっていうことが、まあ、そもそもの発端であるよと。で、その次の最終コーナーの立ち上がりが遅れてるから、ターン3の飛び込みが、まあ、飛び込まれてるわけだよっていうところで、この全体見て考えると、まあ、正直ガスリーはもう、
ちょっと潮時というか諦めるべき時だと 思いますけど、ただそのターン3の、飛び込みだけを見ると、まあスチュワードはもちろんそこしか見てないと思うんですけど、飛び込んだ瞬間の位置関係はガスリーが少し前で、まだ角田くんは後ろに、ちょっと後ろにいるんですよね。だから、まあ、去年も何回もそのバトルの時のスチュワードの判定基準っていうのをお話ししましたけど、完全に、まあ、完全にというか、まあ、自分のフロントウィングが相手のフロントタイヤよりも前にあれば、この二人は2台それぞれ並んで入っていく。で、その次のコーナーで勝負する、権利がお互いあります。で、その場合はお互い1台分スペース残さなきゃいけませんっていう状態なんですよね。で、この1台分スペース残さなきゃいけないっていう状態で、まあ、そこですら角田くんはいけてない。角田くんがまだ少し後ろでブレーキングしていってる。で、角田くんの言い分は、僕は あそこまでブレーキ、レートブレーキで入っていったけれど、オーバースピードではなくて、そのままブレーキングして、ガスリーがスペース残してくれれば、白線の内側に留まって、ターン3をクリアすることができた。だからオーバースピードではないっていう風に言ってるんですけど、逆に言うと白線のギリギリのところまで行かないと止まりきれなかったと僕は思いますし、ガスリーに対してそこまでスペースを残すことを要求することは無理です。逆に言うと、角田くんがガスリーに対して1台分のスペースを残せないのであれば、当然それはペナルティーを食らいます。相手に対して1台分残さなきゃいけないので。で、ガスリーは、まあ、角田くん本人も言ってる通り、その、完全には閉めてないし、で、完全に開けてもないっていう、まあ、一台分いるよね、並んで入ってきてるよねっていうのはガスリーも分かった上で、ターン3のエーペックスに向けてじゃなくて、一台分スペース残して大回りで入っていってるので、まあ正直あのターン3のターンインだけ見ると、ガスリーに非があるっていうことは全く言えなくなっちゃいますよね。ルール通り言えばそう、全くそうなんで。で、角田くんは、当然ガスリーよりも高いスピードでブレーキを遅らせて入ってるんで、まあ先ほど言った通り白線のギリギリまで使って曲がるつもりでブレーキングしてる。でもガスリーが避けないで、はい、内側に入ってきたもんだから、あ、このまま行くとぶつかる、Tボーンするっていうことで、まあさらに、本来であればバーンって踏んで戻していくところを、まあそのまま、あ、やべえでさらに自分が想定してたよりも手前で止まらなきゃいけなくなっちゃったから、さらにブレーキ踏みますと、今度、荷重が、まあ、本来のブレーキングよりも前に行っちゃうんで、リアが抜けて回っちゃう。で回って当たったっていう状態でしたよね。だからスピン自体は角田くんがミスしてスピンしたわけじゃなくて、ガスリーがあのラインに入ってきたからスピンせざるを得なかったっていう状態だから、そこはドライビングミスではないんですけど、ミスだ、何がミスかっていうと、ガスリーの動きを予測できなかったっていうことがミスで、で並びきれてない状態で入ってブレーキング勝負したんだったら、そこはガスリーの動きは想定しとかなきゃいけなかったよねっていうところなんですよね。だから5秒加算ペナルティが課されたことは僕は妥当だと思います。これはストロールにぶつかったのはブラジルですよね。でもう一個はジェッタか、ジェッタでセバスチャン・フェトルに当たったやつかの時も、まあ、毎回同じように言ってますけど、やっぱり相手に仕掛けるタイミングが遅いと、そういう風に相手がライン締めてきても、まあそっから仕掛けたんだからしょうがないよね、仕掛けるのタイミングが遅いよねっていうことだったりとか、今言った白線の内側に留まっていれば留まれてたはずだから僕には非はないっていうのがそもそも間違い、これマックスと同じ論法ですよね。白線の内側に留まれるかどうかじゃなくて、相手に1台分残せるかどうかっていうことがね、できないとダメなんで、多分だからそこが園田くんはルールというか、そのスチュワードの最低基準がいまいちきっちり理解できてないんじゃないかなっていう気がしますけどね。今回のその言い分を聞いちゃうとっていう気がします。うん、まあだからそこはまあマックスもそうですけど、まあマックスはもう多分自分である程度理解してると思いますけど、そこが、いや自分はこう思うじゃなくて、スチュワードはそういう基準で判定してるんで、そこは理解した上で、自分がそれにアグリーできなかったとしても、そういう今ルールでやってるから、そこはまあ合わせるしかないですよね。それを理解して合わせるしかないと思う。ただそれは、このペナルティが妥当だよねっていう話でしかなくて、まあ先ほど言った通り、前の週の15コーナーでそういういざこざというか、まあ実際もう ほぼほぼガスリーはもう、ポジション失ってるよねっていう状態だったり、で、チームにとってこんな攻防してても何の得にもならないというか、ライバルチームに塩を送ってるのと一緒なんで、そこがなんでもっと早くチームとして、ガスリーにもうちょっとまあ勇気の方がペース早いから先行させてっていう風に
言ってあげないと、まあ、角田くんのためではなくて、チームのためになってないっていう状態だったので、そこが、まあ、チームの、その、レースマネジメントというか、ドライバーマネジメントで、全然回避できた事故だったなとは思います。もちろん、ぶつかってしまったことは、角田くんの、判断ミスなんですけど、スピンして、ドライビングミスでスピンしていくクラッシュではなくて、そこで仕掛けたっていうことが、まあ、判断ミスだったわけですけど、それをチームの判断で、チームのレース運営によって回避することは全然できたよねっていうところではありますよね。まあ、チームメイト同士のバトルなんで、例えば相手が、それこそストロールじゃちょっと危ないから、例えば相手がアロンソだと、ガスリーがアロンソに対してやるのと同じブロックを、角田くんに対してやる意味はないですよね。当たるかもしれないっていうブロックをチームメイト同士でやる、そのリスクを背負うのが、まあまさにそれはチームのためになってないわけで。だから、ガスリーもチームのためにレースしてないし、角田くんもチームのためのレースができなかったというか、まあ、チームのためにならないミスをしてしまったし、で、チームもチームのためにならない、チームのためになる判断をできなかったっていう意味で、みんながチームの利益を最優先にしたレースができなかったから、ああなっちゃったと僕は思います。要するに、まあ、俺たちということです。みんな俺たち。もう、なんだかなっていう。まあ、角田くんはね、まあ、それを、ガスリーがあそこまで、締めてくること、まあ、角田くん感覚からすると、もう完全にインに並んで入っていったっていう感覚だから、あそこで、まだ、その1台分、ギリギリの状態のところまで、締めてくるとは思わなかった。それを読み切れなかった自分のミスですっていう言い方をしてましたけど、まあ、言い換えれば、ガスリーあんなとこまで詰めてくんじゃねえよ、チームメイト同士でって言いたいんだろうなとすごく僕は思いました。そこは僕の完全な勝手な意訳なんですけど、まあ、角田くんの雰囲気からすると、すごくそれは、滲み出ていました。っていうのと、まあ、やっぱりチーム側からそのポジションスワップっていうのをやった方が良かったよねっていう。まあ、それもありますけど、逆に自由に戦わせてくれたのは感謝ですっていう言い方してましたけど、まあ、実際にはやっぱりポジションさっさとスワップさせろやっていう話ですからね。まあ、結局は、ね、ダブルポイントを取れた、もう今週はドライコンディションでは絶望的かなって思ってたところに、ポイント取れるチャンスが、それも2台とも入賞圏にいるっていうチャンスだったのに、ノーポイントですからね。本当にもったいないですよね。なんだかなっていう気がします。